この軍艦のエルトルール号というのが、まあ、日本に来まして、明治20年頃です。そして帰る時に台風が来て和歌山県沖で座礁したんですね。でここに約600名の乗組員の人がいて、30名弱の人がなんとか台風の中泳いで和歌山の海岸まで来たわけです。普通は外人ですよ、日本人はもちろん助けるのは当たり前ですけど、言葉も通じない人たちを一生懸命解放して、怪我人、病人、死にかけてる人もたくさんいたわけですけども、その村人たちが必死に助けたんですね。そして、まあ、600人中28人ですけども、なんとか本国に帰ることができた。まず異民族ですよ、ね、彼らはトルコ人、トルコ人っていうのは白人でもなければ黒人でもない、どちらかといえば黄色人種に近いですけども、イスラム教徒です。その全く宗教が違う人たちを必死に我々日本人が解放して助けてあげた。でこのことがトルコにとってはものすごくありがたいこと、珍しいこと。なぜならば彼はトルコの歴史調べてみてください。もう殺戮の歴史ですよ。アジアとヨーロッパ、ね、それからロシア、ここに挟まれてる地域で、常にギリシャ教とキリスト教とイスラム教とユダヤ教の狭間にいて、ある時は大きな勢力があるけども、ある時は滅ぼされたりかけたりして、なんとか残っているのが、まあ、今のトルコですね。オスマントルコの時って言ったらもうユーラシア大陸をほとんど領土にしていたのが、今はかなり小さくなってますけども、そんなのがトルコです。もともと騎馬民族ですから非常に戦闘的なわけですよ。殺すか殺されるかで生き残っていた彼らが、何の欲もない日本人という優しい人たちに助けられたんですね。で彼らは痛く感動して日本人というものを尊敬しようということになって、トルコの教科書には必ずこのことが書いてあるんです。あれから100人経ちました。イラン・イラク戦争、これがあって日本人がイラクに約200人ぐらい取り残されていました。でイラクはイラン上空を飛ぶ飛行機はいかなる国籍のものであっても撃ち落とすと言っていて、日本政府はアメリカですとかフランスですとかイギリスに頼んだんですけども、みんな国内にいる自国民を助けるためにそれはできないと、自分の国のことは自分でやってくれと言われて断られ続けました。そしてじゃあしょうがない民間機で行こうということになって、日本航空、全日空、これ飛ばそうよということになったんですけども、それもできない。当然まだ法律ができてなかったので自衛隊の海外派遣すらできないと。残された日本人最後200人です。どうしたらいいんだということになったんですね。もう戦争で死ぬしかないのかというところで、なんとトルコ人が我々が日本人を助けますと言ってくださったんです。それはなぜかといったら、あの100年前の恩を今こそ返すべき時だと、教科書に書いてあるんだと、日本人を助けなければいけないと、彼らは大和魂というもので我々を助けてくれた、我々は民族も違うし宗教も違うけども大和魂ということが大事だと習ってきたと、だから今こそ日本人を助けようと言ったんですね。当時のトルコ航空のパイロットに、今から日本人を助けに行く、志願する人はいるか、出てきてくれと言ったらですね、全員が出てきてくれたんです。じゃあトルコ人はどうするのかと、車で帰ろう、陸続きなんだから危険だけども車で帰る、なんと中には歩いて帰った人までいたんです。我々はトルコの人のおかげで全員日本に帰ってくることができたんですね。これで大和魂というのがいかに素晴らしいかと、この話だけでも美しい話なんですが、その後トルコで大地震があったんですね。今度は法律変わってます。今こそ大和魂だと言って自衛隊機が飛んでいって避難活動をするんですよ。それでトルコ、日本の安全協会あるいは団体という名前をつけて必死にですね、亡くなった人の捜索ですとか怪我をした人の手当ですとか家がない人の支援と
というのをやったんですよ。つまり日本は二度もトルコを助けたんです。これが大東戦争と同じなんですね。日本人が何をしたのか。我々の民族の素晴らしいところはもちろん我々は救うんですよ。これは当たり前です。でもこの当たり前のことをよその国はしない。中国は文化大革命でなんと同じ中国人を1億人も殺してます。スターリンは同じソ連人を1000万人も殺しています。ポルポトは200万人も地獄民殺しています。日本人はそういうこと一切しない、一切しないんですよ。いや、しなかったんですよ。 それどころかアジアの国の人々を助けようと思って、植民地から解放しようと思って、あの大東亜戦争、これで宣戦布告したわけです。戦争は負けました。残念です。日本人もたくさん死にました。2つの原爆、東京大空襲、沖縄本土決戦、マラリアなんて、いや、餓死で死んだ戦車もたくさんいたと。でも日本が負けた代わりにアジアの全植民地からアメリカ、フランス、まあ、オランダと、こういう国は出てったわけです。戦争は負けたんだけども、アジアをこの自分の国に取り戻すという目的は成し得たんです。我々っていうのはこういう民族なんですよ。翻って考えてみましょう。報道しない報道の自由を使ってると、今日だってここ見てください、これどれだけの人がいるんですか。そういう心ある日本国民が本当に日射病になるのも恐れずに来てくれてるような人たちを無視をして、 YouTuber の人たちだけにこの報道を押し付けるようなことをして、こんなことをやっている今の自民党公明政権、皆さんこれで本当にいいんですか。ダメでしょ。本当にね、トルコの人たちにね、申し訳ないですよ。よその民族、よその宗教、自分たちの違う民族ですら命を懸けて守るのに、今度はその大和魂を捨てて自国民を殺すなんていうのは絶対許さない。今の与野党全部、この中で一つの党もワクチンを反対しているっていうのはいないです。さっき早く、一刻も早くみんなに3回目、4回目、5回目とかっていうふうに言ってるわけですよ。もうね、共産党やその他のれいわさんとか、そういうとこがね、野党である必然性がなくなってきた。本来であれば、彼らがちゃんと野党をやってくれてるんだったら、僕や川西さんのように事業をやっていて倒産のリスクがあるようなことまでして、でもだからこそ絶対に、私のところもそうです、絶対に会社を倒産させないで、働いてるドクターとかナースを路頭に追い込まないで、川西さんだったらクラブで働いてる人たちを即にさせないで、むしろ出たことによって、ああ立派なんだなと、うちの社長はすごいんだなと思うようにして、お客さんが増える。本当はこういう人たちが政治家にならなきゃいけないと僕は思ってます。職業政治家は一掃したい。でも700人以上いる政治家がほとんど職業政治家なんですよ。だから全員辞めるといなくなっちゃうから、まあ我々が50人全員当選するっていうのもありですよね。これもありです。もしかしたら本当に風が吹いたらそんな奇跡も起こるかもしれない。でもそれも奇跡を待っていてはダメ。神風は我々が吹かせるんですよ。皆さん吹くのを待っていちゃダメ。みんなで仰ぐんです。そうやって神風を自らの手で作って、そして日本をそんな売国奴だとか殺人鬼のような人たちに政権を預けない。我々がちゃんと取り戻す、日本を取り戻す、そんな選挙戦をこの18日間戦いたいと思います。以上です。